ライバルではないのでやめてもらっていいですか？そうはいかないね。我が憎き永遠のライバル日本韓国の自尊心を傷つけた罪に対して謝罪と賠償を要求する。面倒くさいけど見ていくしかないか。他方面で大騒ぎしてるの？また。マジで他方面で大騒ぎしてるんだよなこの人たち。まずはこれから。またキム・ミンジェを信じないのか。バイエルンのリバプールディフェンス獲得の動きに韓国メディアが不満。日本の伊藤博樹だけでは十分ではなく。いや、これまでの情報を整理すると誰がどう考えても自然な流れなんですが。それとしれっと伊藤の能力も不十分みたいなこと言ってるけど怪我だから。もともと層が薄いディフェンス陣を売却したものの、そこから補強できてないし、伊藤も怪我でキム・ミンジェはもともと当てにしてなかった上にプレシーズンでまたやらかし。補強しないはずがない。そうなんよ。伊藤が怪我した時点でプランは大きく狂ったはずだし、その後にも獲得失敗してるからね。騒ぐことじゃない。補強は当たり前。今夏にシュツットガルトから伊藤博樹が加入したバイエルンは、ここに来てリバプールのディフェンス上、ゴメスに関心を持っているという。伊藤が怪我で離脱した上、またイスって、リフトとヌサイル、マズラウィがマンチェスター、ユナイテッドへ移籍したため、ディフェンスの頭数が少なくなっているからだろう。まあそうっすよねって感じだな。誰がどう考えてもそうっすねとしかならん。だが、韓国メディアはこのマルチディフェンス補強の動きに不満なようだ。同国代表のセンターバックキム・ミンジェのライバルとなりうるからだ。その理論で言ったら同じくライバルが補強される日本でも不満で大騒ぎにならないといけないわけですが。まあ韓国だからね。特殊なんよ。インターフットボールは、またまたキム・ミンジェを信じないのか。日本代表センターバックでは十分ではなく、リバプールのセンターバックまで争奪戦に加わる可能性、と題した記事を掲載している。なんで必ず日本が出てくるんだろうな。しかも印象操作ひどいし、怪我だっつうの。シーズンでやらかしたオタクの選手と同じにするんじゃないよ。というかこれでもかってほどキムは信頼されて使ってもらえてた方だろ。それなのに毎回やらかして、ここまで使ってもらえたことに感謝はあっても逆ギレはおかしい。同メディアは、英氏の情報をもとに、ゴメスは開幕節のイプスウィッチ戦でメンバーから外れ、自身の未来を考慮しており、移籍市場が締め切られる前にリバプールを離れる可能性が高く見える。現在、アストン、ビラ、ニューカッスル、チェルシーがゴメスの獲得に関心を示している。ここにバイエルンも名前が挙がった、とし、こう続けている。バイエルンは今シーズンに向けて守備の補強を終えた。昨シーズンの守備の不安定さを補うため、日本代表センターバックの伊藤を獲得した。移籍市場が開くや否や、マンチェスター、U に移籍する可能性が高かったで、リフトの代わりとして獲得したのは事実だが、バイエルンが特に守備の強化に気を配っているのは事実だ。記事は、バイエルンがレバークーゼンのセンターバックヨナタン・ターの獲得に失敗したと伝えた上で、ゴメス獲得の理由は3つある。5つ目は、中足骨骨折でシーズン序盤のかなりの期間を欠場すると予想される伊藤の穴を埋めるため。2つ目は、ゴメスのマルチな才能で、左右のサイドバックの運用に多様性をもたらすためだ、と主張。こう見解を示している。必要な補強ではないという意見もある。キム・ミンジェ、エリック・ダヤー、ダヨ・ウパメカの、伊藤の4人のセンターバックがすでにいる。サイドバックにはヨズア・キミッキ、アルフォンソ・デイビス、サーシャ・ボエ、ヨシップ・スタニシッチもいる。守備陣は人員肩状態だと言われている。こうした動きは、キム・ミンジェの全幅の信頼がないからだと感じているようだ。何を今更って感じよね。もともと放出候補だったんだから。残留してることに韓国メディアは大喜びだったけど、どう考えても移籍できない方がヤバいって現状は。昨シーズンの出来からまずキムを信頼するはずないし、そこは優先的に補強されていくはず。何も驚きはない。ってことで次はこれ。セルティックフォワード古橋強豪29のマンチェスターシティ移籍話は、韓国も注目した。スポーツ朝鮮は22日、日本がちょっと羨ましい。日本人フォワードマンシー行くの？最終補強候補2人の見出しで報じた。記事は、A メディア、G アスレチックの報道を引用し、マンシーは古橋ともう1人若手フォワードを獲得候補に定めた。ハーランドのバックアップメンバーになるが、ハーランドは昨シーズン、健康上の問題でフルシーズンを戦えなかった、と伝えた。また、古橋の移籍金は1500万ユーロ、24億円、だが、マンシーにとって大した金額ではない。95年生まれの古橋はビッグクラブに移籍する最後のチャンスで、オファーを断る理由はない、とも報じた。この報道は私たちも驚いたけど、いつも思うけどなんで、羨ましい、なんだろう。日本に対していつもこうじゃない？例えばこれが逆に日本だったら韓国に対して羨ましいとはならないよな。すごいとはなっても羨ましいとはならないな。羨ましいって結局は劣等感から来るものでしょ？日本は韓国に全くそういうのないし、そういうことだな。劣等感がなければいちいち気にすることもない。次はこの選手。プレミアリーグは8月20日、第1節のベスト11を発表した。3-0 で快勝したエバートン戦で躍動したブライトンの三笘薫もチョイスされている。自身のドリブルが起点となった攻撃から、26分に先制ゴールを奪った日本代表アタッカーは、66分にも敵陣でボール奪取をしてアシュリー・ヤングのレッドカードを誘発。鮮烈なインパクトを残した。
昨シーズンは怪我とかもあったからこれを継続できるかが一番重要よね。日本では多くの人がそんな感じで冷静だろうな。だってまだ1試合だからね。これからでしょ。この選出に反応したのが韓国メディアスポータルコリアだ。ショックだ。不審のソン・フンミンではなく三笘とは本当の話なのか。プレミアリーグが開幕戦のベスト11を公開と題した記事を掲載。こう伝えている。三笘がソン・フンミンを堂々と抜いた。攻撃陣に名を連ねた三笘はアウェイのエバートン戦3連勝利で決勝ゴールを決めるなど活躍。さらに枠内シュートを3本打ち相手の守備陣を凍らせた。トッテナムのエースである同じポジションの韓国代表ソン・フンミンがいきなり日本代表に敗れた事実に衝撃を受けているようだ。いや別に敗れたとかそういうんじゃないでしょ。というか自分で不審言ってるしな。長いシーズン、好不調は必ずあるはず。全試合活躍する方が難しい。やっぱりこういう比較好きじゃないわ。比較するのは別にいいとしても、どちらかを必ず下げるでしょ。なんだかな、意味のないことだよな。では最後にこの話題。韓国メディア、朝鮮日報は現地時間22日に、これまでイングランドプレミアリーグでプレイした総人数が韓国よりも日本の方が上になったことについて報じていた。プレミアリーグには、今夏の移籍市場でサッカー日本代表の鎌田大地がクリスタル・パレスに、菅原幸成がサウサンプトンにそれぞれ移籍を果たしている。今夏鎌田と菅原がプレミアリーグのクラブに所属したことによって、現在イングランドでプレイする日本人選手はリバプールの遠藤航、ブライトンの三笘薫、アーセナルの冨安健洋の合計5人となっている。そして、過去にプレイした選手を合わせると、歴代で15人の選手がプレミアでプレイしたことになると同メディアは指摘していた。現在の人数は知ってたけど歴代までは考えてなかったわ。S 級スター、だなんだ言ってる間にこんなことに。韓国はプレミアリーグをやたら神格化してるし、自尊心が大きく傷ついたのは間違いない。一方で韓国の場合、現在プレミアでプレイしているのは、トッテナム所属のソン・フンミンとウルバーハンプトン、ワンダラーズに所属するファン・ヒチャンの2名のみだ。そして、これまでプレミアでプレイした選手の合計は14人となり、日本を下回る数字となっている。同メディアは、本当に衝撃だ。プレミアリーグに出場した選手の数字で、永遠のライバル日本に追い越されてしまった、と、これまで韓国が上だったにもかかわらず、今夏の移籍市場で日本に追い越されたことにショックを隠せなかったようだ。ライバルじゃねえから。というか S 級スター、理論で行くなら量より質だから別にいいんじゃないの？その質というのがごくごく一部の S 級スターだけで、そこの部分でも日本に負けてるんだけどな。じゃあどこなら日本に勝てるんだよ。また、15年までプレミアデビューした数は韓国人が13人に対して日本は7人。約2倍も多かった、と過去の栄光を振り返りつつ、キ・ソン・ヨン、イ・チョン・ヨンなどが去った後にその穴を埋める韓国選手が現れなかった。その間、欧州中小リーグでじっくり成長した日本選手たちが1人2人とプレミアでプレイし始めた。通算の出場試合数は韓国が1075試合なのに対して、日本が637試合、400試合以上多いが今後数年に追いつかれてもおかしくない、と、様々な面で日本に追い越される日が迫っている可能性を指摘していた。こいつらいつも日本を追い越したとか言った直後に悲惨な目に遭ってるな。日本では誰も気にしていないのに自ら大騒ぎしてるからな。さてみんなの反応行こう。本当に衝撃だ。プレミアリーグに出場した選手の数字で、永遠のライバル日本に追い越されてしまった、と、これまで韓国が上だったにもかかわらず、今夏の移籍市場で日本に追い越されたことにショックを隠せなかったようだ。現段階でショックを受けているようなら、これから先は絶望しか待ってないよ。これまではライバルでしたが、これからはどんどん日本に引き離されていくのではないでしょうか？プレミアだけがフォーカスされていますが、欧州で活躍する選手は韓国は30名弱なのに対し、日本は130名以上です。ソン・フンミンなど知名度がワールドクラスの選手はいるものの、後に続く選手がいません。昔はライバルだったのになぁ、となる日も遠くないと思います。プレミアだけ見るほぼ同じ人数だけど、かつて優勢を極めたセリエ A で日本人選手はこれまで10人以上プレイしてるけど、ライオンで14人目？韓国はキム・ミンジェで3人目、リーガでも日本人選手は10人以上プレイしてるけど、浅野で13人目？韓国はガンインで7人目、ブンデスでは40人ほどプレイしてるし、そう考えると日本人選手は欧州で本当に頑張っている。さっき言ったように韓国はやたらプレミアリーグを神格化してるけど、こっちにも目を向けないとね。全体で見た場合に状況はさらに深刻なのがわかるな。追い越される日というか、とっくに追い越されてるのが数字として残酷に証明されてる。プレミアもフィジカル面とかで韓国優位な時代もあったけど、永遠のライバルとは永遠の20歳とか皮肉っぽい意味なのかな。日本の勢いが今後もしばらく続けばもう追いつくのも厳しくなるし、毎度のように比べるているよりは現実を見た方が良いと思う。韓国として現在では日本に追い抜かれていることは明らかだし、過去のデータを踏まえて持ってこなければ、わずかな希望も見えなくなってしまうのだろう。プレミアリーグが全てじゃないし、永遠のライバルとしてお隣さんはそう思っているかもしれないけど、こちらは単なる通過点としか思っていません。随分昔は日本にとって韓国は、越えられない壁であり目標だった。しかし近年は同じアジア枠の競合の一つでしかない、目標、ライバルはヨーロッパ、もしくは南米のチームだろう。
正直韓国は格下の日本に向きになっていたので世界では全く通用しなかった。上を目指すなら自分たちより強いチームを意識した方が良い。日本はすでに韓国をライバルだなんて思っていない。目標って当たり前だけど、どんどん上になっていくからな。そんな20年も前から日本って変わっていないというのが全く成長していないことを証明してる。そうよね。ここ数十年で目標が変わらないって全く変化がないってことでもあるものね。世界のトップでない限り変化がないはずがない。まあライバル意識はうざいけど競争という意味ではプラスに働くことも多い。だけど近年の韓国ってあまりにもいろんな面で日本に負けすぎていて、逆にそれがマイナスになってるように感じるな。ライバル意識してまさにライバルみたいな状況ならいいけど、現状違うからね。あまりにも日本に負けすぎてこれでは自信を失うだけだわ。別に日本にこだわる必要もないけど、いつまでやるのかな。オリンピックも出場できなかったし、そろそろ本気で考えないとやばいぞ。まあどうでもいいけど、こっちは常に目標が高いからそっちで精一杯なんよ。韓国は未だにアジアの日本だけ見る余裕があって羨ましくはないけど、お気楽でいいわ。そのお気楽な結果こうなってるけどな。さてみんなは今回の件どう思っただろうか。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてくれ。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。